はい、皆さんこんにちは、ワンダルギリフィッシュです。では今回は新ギレンの野望復活のララ続きをプレイしていきたいと思います。前回までに宇宙侵攻作戦を発動してサイド3、それとコンペイと旧ソロモンですね、この2つの制圧完了しています。今回は残っている拠点グリプス、こちらの攻略を行っていきたいと思います。ここには今アムロの排入ガンダムを向かわせていますので、このまま突入をさせていきたいと思います。今回、復活のララーという、テーマでね、プレイの方をしているんですけども、なかなかララーの存在感を示せていない状態なんですけども、しばらくの間はですね、ララーはこのままアルファジェルに乗ってもらって、シナンジュとかがね、配備されてくるような状況になってくれば、ララーをシナンジュに乗せてですね、そこで存在感を発揮してもらえたらいいかなと。いうふうに思っています。戦力的には、ニュータイプが揃ってきて、だいぶ余裕が出てきているという状況ですね。ただやっぱり強力なね、モビルスーツ、連邦軍の方も、次々に使ってはくるので、うまく散らしながら戦っていく必要があるかなってところですね。では、グリプスの攻略戦始めていきましょう。報告します。各コロニーの代表者から同盟の打診がありました。これを機に宇宙開拓者による共同体を設立してはいかがでしょうか。コロニー同盟の結成を提案いたします。報告します。軍需産業から軍事技術の提供が打診されました。世論の良化が要因だと思われます。はい、コロニー同盟の話がありましたね。もう結んでおいて何か損があるものでもないと思いますので、コロニー同盟は結成する方針で考えておきたいと思います。連邦軍の方なんですけども、ユニコーンガンダムを前線に投入してきましたね。ユニコーンガンダムのどうなんだろう、生産数上限少なくとも1ではなさそうですね。ここでユニコーンガンダムバズカ装備のものが1機、あとここにもねユニコーンガンダム、まだ索敵完了してませんけど、これ間違いなくユニコーンだと思うんで、最低でもユニコーンガンダムが2機は入ってきているっていう状態ですね。アルパージェル使ってもね、苦戦したという状況なので、これサザビーを出して、砲撃を交えながら、仕留めにかかりたいと思います。強い。さすがユニコーンという強さですね。グリプスの攻略にちょっと手間取ってまして、まだグリプスの攻略終わっていないので、グリプスの、ね、攻略戦をこのまま続けていきたいと思います。まだグリプスの攻略終わってないんですが、グリプス攻略後に地球降下作戦を行うことを前提に衛星軌道上の、ね、確保に今入っています。少しずつここで、ね、衛星軌道をネオジオの勢力圏に収めておいて、グリプスを攻略完了したらすぐに地球に降下できるようにというね、段取りを考えています。ようやくグリプスに侵入しました。とは言ってもアムロだけなんですけど、グリプスさすがにたどり着くまでの守りが固くてですね、補給線をなかなかつなげられなくて時間がかかってしまいました。ただ補給線をおかげでつなげましたので、アムロでも回復しながら前に進められると思います。なので各拠点、あるいは補給ライン上にしっかり乗っかって、そこで、エネルギーをね、補充しながら前に前にと進んでいこうと思います。この辺りも敵はもう、ラーカイラム、クラップ級、ユニコーン、ダブルゼータ、この辺りの高コスト機体をね、惜しみなく、使ってはくるので、そこで、我々の方もね、しっかりと高コスト機体で対抗していくっていうね、ことをやっていこうと思います。ただ、戦艦クラップ級、あるいはラーカイラムとかになってくると、マップ兵器、ファンネルを使っても一撃では仕留められなくはなってくるので、今、アムロ1機で出てますけど、アムロ1機だとね、さすがに時間がかかりすぎてしまうので、この後、後続で、部隊は、このグリプスに乱入させる手はずになっています。モビルスーツ相手だったらね、アムロのファンネル攻撃で、仕留められるんですけど、さすがに戦艦クラスになると一撃では倒せない、仕留められない。そういう状況になってきてます。そしたら、関、
ずつ仕留めて前に進んでいきましょうか。もうちょっとね、戦艦の数減らしたいところなんですけどね。エネルギーは十分にあるので、ここで敵のクラップ級を一隻ずつ沈めながら前に進んでいきましょう。反撃で沈められたの大きいな。ここも回復しながら攻撃を当てて、次のターンでもう一歩前に出るっていうね、そういう形で前に進んでいきます。ではグリプスの攻略戦ですね、続きをやっていきます。アムロ以外に4機モビルスーツ入ってきてくれました。これで攻略がね、少しはかどるかなというふうに思ってます。アムロはこのまま前進前進前進してですね、中枢を抑えてしまいたいと思います。中枢さえ抑えればね、だいぶ楽になってくるし、あとはモビルスーツの捕獲もできるようになってくるので、まあ、一気にね攻略の進行速度が速くなってくると思いますので、ここは中枢を早速抑えにかかりましょう。では中枢を制圧しちゃいます。これでグリプスのね攻略もできたも同然ですね。あとは敵を掃討していきます。報告します。連邦軍宇宙基地の制圧が完了しました。地球上空を守備する連邦軍艦隊も存在しません。今ならば地球へ降下することが可能です。はい、地球降下作戦発動できる状態にようやくなりました。まあ、早速これは地球降下作戦を発動していきます。もうすでに衛星軌道上にはネオジオンの軍で埋め尽くしているって、こういう状況を作っておきましたので、この後すぐにでも降下を始めていきたいと思います。でアルパージールはね宇宙に残して、残りを地球へね降下させていきたいと思います。地球から宇宙を支配することにのみ不信し、難民に対して何ら建設的施策を講じようとしなかった連邦政府の者ども、粛清する時が来たのだ。諸君らの健闘に期待する。宇宙の支配権を掌握したネオジオン軍は地球への降下作戦を発動する。今や遅しとシャアの命令を待つネオジオンの地球降下部隊、今まさに号令は下る。降下部隊が地球への降下を開始する。地上へと部隊を移し、戦いは新たな局面を迎えたのであった。はい、ダカールを除く全ての拠点に攻略戦を開始可能というふうに出ていますね。降下ポイントから突入、降下ポイントはね全て抑えてあります。なのでここから、部隊をですね、投入していきたいと思います。もうこの時を待ってましたからね。ただ降下させる部隊というのはちゃんと、洗練させるというか、考えて下ろしていく必要がありますので、使えない部隊をね下ろしてもしょうがないというのもありますし、優秀な部隊、使える部隊からですね、移動あるいは降下ということをさせていきたいと思います。で降下させるのはもう同時多発的にいろんなところに降下します。全部で降下ポイント6つありますね。アメリカ、北京、オデッサ、アフリカ、オーストラリア、そしてジャブローとあるんですけども、まあどこというね、目標は特に決めずにこんだけの部隊揃えてますので、これらの部隊をですね全部使って同時多発的に一気に攻略戦を進めていきたいというふうに思います。総帥クエスエアが作戦への従事を志願しております。実戦で戦えるだけの教育も施しています。これでニュータイプのクエスが加わりましたね。ニュータイプのパイロット足りてないので早速前線に投入をしていきたいと思います。世論の良化が要因だと思われます。では降下を開始していきます。どんどん降下、どんどん行こう。
ではさらに突入させていきます。もうここからは躊躇なくどんどん突入させて、地球降下作戦をね順調に進めて、いきたいなと思いますね。ここも降下、むしろちょっと戦艦の数が足りないかなっていうぐらいのね気がちょっとしてきますね。それくらい、部隊は充実させてあります。なんでこの後はアムロの排入ガンダム、シャアのナイチンゲール、これも投入してですね、一気に地球を蹂躙していきましょう。で、地球の方ですが、今すでにオーストラリア降下しましたね。モビルスーツを出していって、制圧を進めながら進んでいきましょう。ここも、ギラ動画を出して、制圧して、レウルーラは、次のターンでも、入っちゃってもいいかな。勢い的にはね、もうこのまま、押し切ってしまってもいいと思うんで。一気に、まずはトリトン基地を攻略していきましょう。あとね、どっかにもう一個、ここにこれ、降下してますね。もういきなりオデッサに入れるな。オデッサに入っちゃいましょうか。サザビーも入ってますね。ここも、レズンのギラ動画。突入可能と、オデッサに侵入可能、まあ、そういう状態になってますね。ではオデッサの攻略戦からですね。このシャアシナリオの中では地上戦やるのは初めてですかね。ササビを出していきましょう。地上戦だと今までとちょっとモビルスーツの使い方、使い勝手、そういうものがね、ちょっと変わってくるかなというふうには思いますが、ここはサザビーの能力に頼って一気に制圧戦を進めていきましょう。意外とこのズサがですね、変形できるんで使い勝手がいい、早く移動できるっていう点が結構使えるかもしれないですね。まあ、ただ火力がないっていうのはあるので、まあ、あんまりね、期待はしすぎるのは禁物かなとは思います。オデッサ、トリトンと、まあ、2つの基地、さらに、まあ、加えて、アジア、北米、アフリカ、まあ、このあたりもね、攻略が進んでいけば、効率はどんどん良くなると思うんですけど、まあ、最初のうちはね、どうしても効率はあんまり良くないですね。ではさらに部隊を突入させていきます。こんだけの数を一度に突入させるというのもなかなかね壮観ですよね。地球侵攻作戦も、まあ、はかどるというものだと思うんですけど、アルパージールは先ほどご説明した通り一旦ここで待機、まあ、宇宙にいた方が圧倒的に力を発揮してくれるモビルスーツにはなってますからね。まあ、無理に下ろす必要もないでしょうと。こういう考えですね。であとは、アムロの排入と、シャアのナイチンゲル。これをね、降下させていくための準備を行っていきましょう。さあ、では、ここからはですね、地球降下作戦続きをやっていきます。まあ、確実にね、数を減らしていきましょう。はい、これでオデッサの攻略が完了です。諜報部より報告いたします。地球連邦軍が戦略兵器研究所を設立し、今まで以上に強力って、もうすでに連邦軍はユニコーン投入してきてるんで、これ以上強いモビルスーツはね、ないかなとは思うんですけど、
まあ、いずれにしても我々の方もね注意を払って、強いモビルスーツ、まあ、ユニコーンとか出てきた場合にはね、強いモビルスーツでぶつかっていくというのを心がけて、まあ、無駄に損害が、ね、広がらないようには気をつけたいと思います。では地球侵攻作戦続きをやっていきましょう。もうあの技術レベルとかマックスに達成、してしまっているので、もうここからはね粛々と攻略戦を行っていく感じですね。ではシャアのナイチンゲル、アムロの排入、これも突入させていきます。だいぶ陣容がね固まってきましたね。一番数が降りたのがやっぱりここオデッサになりましたね。まあ、ベルファストとかも同時に攻略を向かせていくと考えてこのまま進めていきましょう。こんだけの数が揃ってればもうオデッサ攻略した今となってはですね、しっかりと補給線をつなげて、ベルファストを攻略していきましょう。でシャア、ナイチンゲール、アムロ、排入ガンダムは北米に降りましたので、まあ、カリフォルニアがいいのかニューヨークがいいのかちょっとこれはね、考えて進めていきましょう。オーストラリア、トリトン基地も部隊は今侵入を果たしています。あとアフリカですね、ダカールは入れないという話でしたが、キリマンジャロは入れますので、キリマンジャロに、降下した部隊をこの後向かわせていきたいというふうに思います。では今回は、ね、ここまでにさせていただいて、次回ですね、地球侵攻作戦の続きをプレイしていきたいと思います。